はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエスト9、続きやっていきたいと思います。今回はですね、ちょっとした番外編なんですけど、というのが、前回ね、レシピ全部埋めましたよね。全錬金レシピ 100% になった動画出したんですけど、そこのね、間でね、実はやってた作業があったんですよね。それで、時間軸がね、前回の動画の、最初と終わりの間って言えばいいかな。終わりの方ですけどね。そのあたりでちょっとやってたことがあるので、最後の方ね、実はね、ちょっとカットしてたりしてたんですよね。その合間にやってたことなんですけど、100% なる過程でね、起こった、武器レシピなんですけどね、その武器レシピを作った後に、武器ね、このゲームって最強の武器作ると、何%の確率でね、さらに最強の武器できますよね。完全なる最強の武器ね。それを作ってた作業があったんですけど、すっごい苦労したので、そのね、裏作業をね、配信しようかなと。その部分なんですけど、そこをね、やろうと思います。ということで、とりあえずね、集めてきたんですけど、進化の遺跡は集まるんですけど、オーブがちょっと足んなくなりそうなんで、グリーンオーブがねなかったんで、とりあえずこっちから行きます。20% か、これも。グリーンオーブはね、デスピサロかな、確か。違ったかな。ちょっと取ってきちゃいますね、それは。裏で。この絵なかったっけ？なんか作ったような気すんだよな。でも持ってないから作ってないのか。イエローオーブもこれでなくなっちゃうもんね。プレート砕いたらやばいっすよね。あと2回だ。ちょうどだね。進化の石炭もありますね。大丈夫です。それは。材料はあんだけど、オーブだけは本当に落とさないと面倒なんで。あー、マジか。今からね、この最強装備作るために、魔王を倒しに行くんですけど、今回のね、あ、できた！星砕き。よかった。グリーンオーブだけね、取りに行きますので、それは別パートで収録しますんで、その時ね、結果だけで今回作りますけど、こういうことありましたみたいな感じでやろうかなと思うんですよね。この上なかったよね。コメットエッジ。シルバーオーブも微妙だな。何回できるこれ。16、20、1、1、5個、5個ぐらいか。じゃあね。さて。シルバーオーブはバラモスとかも落とすけどね。確か。一個ずつ行きましょう。ハイパーノーバー作ってなかったんだ。なんか作って、30% あんだ。作る、できんだろう。だって合計 150% だよ。できる確率は普段の 1.5 倍だね。そう考えたら違うかな。と、できない。できんだろ、さすがに。30% あるとちょっと嬉しいよね。40% とかもあるけどね。星砕きって初だったんだ。そうね、プレートより上だもんね、星ってね。そういえばさっきハンマー作ったけど、
他はできてんだよ、何気に。うわ、できねえし。20個ぐらいずつ集めていくかな、オーブ。結構2個落としたりとかするからね。で、もうレベル99なんで、あの、魔王が。まあ、いつものやり方で倒しますけど。これさえできればな、1体だけで済むんだけどな。ダメだ。うわ、マジか。30% がすげえ外れてる。あと1回だ。うわー、マジで。もう一回できる？できないか。ん？全部使っちゃったよね、オーブね。あんだけ集めたのに。やっぱりきついっすね。99全部魔王倒しても、武器は全部できないんだね。と！あー！マジか。ちょっと集めてきます。ちょっと1日2日かかりますけど。いやー。まあちょっとカットしましたけど、まあそれ別でちょっとパートで紹介しますけど、ちょっと面白いのできたかも。案外ね、99まで、レベル99まで魔王戦って、なんだろうね、20個ぐらいしか落としてない魔王もいたしね、40個ぐらい落としてる魔王もいたしね、少ないなんか10いくつかとかもあったしね。なんだけど、ちょっとやりました。自分で、そのね、あれから何日か経ってんですけど、何でしたっけ？何作ってましたっけ？ブーメランだ、そうだ。ブーメランとムチか。そうだね。42個集めました。100回ぐらい倒しましたよ。あの、ボッコさん盗むでね。だから、あの、1から99までやるのには、もう高レベル帯になるとね、結構落とすんだけど、落とすけど、何でしたっけ？高レベル帯じゃないとこからやってたので、昔ね。コメットエッジいんのか。何個できる ?5 個作っちゃうか、とりあえず。これでできなかったらやだな。他のゲームをね、やるのを惜しんでこっちやってましたからね。まあ、この間にもね、ドラクエ9の方ちょっと多めに出してくれますかとかね、コメント来てたんですけど、ちょっと無理なんでね。いや、だから、まあ、多めに出したいので、一生懸命やってるのでね。ってことだけ分かっていただけると嬉しいんですけど。で、他の動画なんで出してんのって、あれ取りだめとかもあるんで。で、スラモリもね、ちょっとね、次のパート取ってないので、これから取らなくちゃいけないんですけどね。できないかなー。わー、マジかよー。でもまだチャンスあっからね、作れるチャンスは。だい3つずつ集めれば、まあなんだろう、20個あれば、サブ6、18なので6回できるとか思ったらね、元に戻して1回ね、進化させなくちゃないので、うわ、マジで。4つ必要なんですよね、最強作るの。下手したら。ここの分も必要なの忘れてたんですよ、途中まで。あーとか思って。それでちょっと30まで集めたんですけど、いや、40個集めようと思ったら42個ね、集まりましたね、勢い余って。たまにね、落とすし、盗むって時あるので、それいいんですよね。でも結構落としますよ、もう99とかやってると。あ、マジかよ。いっそゾーマやってましたけどね。ゾーマ強えんだよな。だから、種の裏作業やってないです、今回は。真面目に。ちょっと時間かかるんで、これだけやりたいので、オーブはそんなでもないんで。チャンスあるよ、だって。30% どんだけできねえんだよ、マジか。勘弁して、マジで。絶対できて。すげえ嫌になってくんだけど、ちょっとは嫌なんだけど。めげてきたんだけど、本当に。錬金なんかどうでもいいな。戦うのが大変なのよ。
だって一回戦って落とすかどうかわかんないものをね、4つ集めないとね、最強できないからね。で、ちょっと待って、まあいいや。スーパーノバちょっと後回し。無知。これ33個集めたから、デスピサロとかをエスタークで落としますね。デスピサロの方が簡単なんで、まあ、瞬殺で倒せるんだよね。エスターク強いからね、嫌なんですよ。そっか、これできてんのか。進化の秘跡はまだできる。錬金でできるから。あー、マジかよ。こっちの方がパーセンテージ低いんだよな。でも、あんだけ失敗したから、できてんの頼むから。多分、ここで合ってると思うけど。5回失敗したよね、これで全部でね。4回やったんですよね、前ね。で、20% なんで、5回やったら1回できる可能性があるんだけどね。まあ、絶対できるってわけじゃないので、だって 20%、20×5 って100じゃないですか。だから5分の1の確率ではできんですよね。ただ、1回できたとしても2回目も5分の1の確率なんで、絶対できるってわけじゃないのでね、1回でできる時もあるし、10回やってできない時もあるしっていうので、今6回目か。もうそろそろできて頼むから、5分の1引け。引かねえな。とは、できた！あ、極めじゃない。超グリーンガムの鞭か。あー、自分名前間違ってたね。極めグリーンガムの鞭だったっけとか前言ってましたよね。超グリーンガムの鞭か。これ作ってなかったわ。じゃあ、名前見てなかったもん。よしよし、ん、あ、びっくりした。バグったと思った今。ブーメラン。あとこれだけだ。スーパーノーバ。あと何回できる？サブ68だから5回か。2,3,4,5。マジかよ。5回できんだろ、もう。10回ぐらい失敗してるよ、これ 30% で。300% だよ。足したら。450% で1回もできねえってないでしょ、これマジで。合ってるな、計算。いや、合ってねえな。1、2。あー、1個足んねえ。これ見てね、ドラケン9やってる人だったらよくわかると思いますけど、すっげえ裏作業やってるの多分わかると思うんですよ。まあ、ここまで強くなってからね、そんなね、大してね、苦労はしてないんですけど、ポスターその。たまにね、ゾーマ飽きたらバラモス言ってましたけどね、結構落としますんで。でも、3回ぐらいやっていいやと思ったけどね。パーセンテージ低いんで。トラ！マジかよ、全然できねえ。なんだこれ。これ一番できなかったかも、今までで。最強武器はね、やっぱいっぱい手に入れるとこうやってね、何回も連続でできるんで、まあそれはそれでいいんですけどね。なんか連続で作った方がなんかね、すぐできる気がするんですよ。色違う。あー、マジかよー。あと2回、え、もう1回できる？ちょっと待って待って、3個だろ。あ、もう1回できるかな。あ、待って、できるの？計算間違えてた。ちょっと、くそー。超グリーンガムの道はできたな。多分あれで 100% なっともなんなかったら受けるよね。どっか、あの項目には載ってないけど、多分武器としてはあるんじゃねえかなと思うんだけど、あと1回だ。マジで？で、絶対できっと思ったんだけど、10回ぐらい錬金できんなと思って、あ、計算間違えた、あと1回できるわ。そうだ、3個だね、4個で計算してたわ。3個だ、そうだ。もう出来上がってんだ、コメットエッジって、そういえばね。さあ、来い！取れ！うわ。でも最後、これでできたら、かっこいいよね。うん、あと1回できるわ。よしよし。まさか今回こんなことやると思わなかった。防具紹介してね、終わりぐらいの気持ちでいたらね、まさかまさかのね、とんでもね、裏作業する羽目になりましたけど、これでできなかったらもう1回やんなくちゃないね。20個ぐらい集めてこよう。そしたら。20個ぐらいだったらちょっと頑張ればできるので。でちょっと頑張ってもできねえか。99、20回最低は倒さなくちゃいけないからね。1回で5、6分かかるから。ああ
あ、一応ですけどね、あのおしゃれカタログはこれ 100% ならないのかな。あの他の錬金のレシピは100位なんだけど、まあ繋がってないと無理なもんもあるから、これはね、ハテナにはなってないんだ。なんだけど武器見たらわかるんですけど、こうね、剣とかはあの錬金レシピはね、水星とかしかまで載ってないけど、銀河の剣ここちゃんとありますんで。それでね、ここではね、ブーメランだけスーパーノーバで止まってるので、そうだここ作ってないんだよね、やっぱり作ってないんだよね、他は全部できてんだよなと思って今確認してたんですけど、全部作ってるんですよね。星砕きもできたでしょ、炎もできてるでしょ、爪もできた、扇は持ってる、コーンも如来のコーン持ってる、超合グリーンガムも持ってる、トリリオン、オーロラ、地獄の魔装か、それね、地獄の魔装、銀河の剣でしょ、防具もウロボロスまでできてるもんね、ウロボロスでしょ、頭、リカンパなんじゃない、どれだ、あ、秋雨とかそんなんと、作ったもんね、だね、奇跡の兜と審判の兜まであるもんね、でしょ、審判の兜でしょ、で鎧がなかったら嫌だから、うん、そうだね、伝説の神話の鎧できてますもんね、服もできてるはずだから、そうだね、蒼天の塔ができてるもんね、蒼天の塔がと、あとはここだ、セラフィンの鎧持ってます、腕もあるもんね、アマテラス持ってるでしょ、あとは神業手袋持ってますね、あと下が絶対のズボンあるもんね、絶対のズボン、ここだけか、で足が天帝のブーツと、あとそうだね、イデアンサンダル持ってるからやっぱブーメランだけだ、よし、じゃあ行きます、何個できる、4、5個、5個だね、新変化の秘跡またなくなっちゃった、99個まで作ったんだけど、6個か、6424、そうだ6個だ、もう1個できんね、だよな、サブ618だから 6個だ、うん、リサイクルストーンは別になくなっても大丈夫なんで、で進化の石が7個しかないから、まあ、20個ぐらい作ればいいかな、さあ行くぞ、スーパーノヴァ、はい、チャンスは6回、6回っていうかすげえ確率だったよね、こんなできないもん、もうできんでしょ、いい加減、もうできると思って、もう絶対今回で作ろうと思って、まあ、今回っていうか同じパートなんでしょうけど、自分的にはすげえ何日も頑張ったような感覚あんだけど、これできねえんじゃねえのなことない。なことないけど、そう思ってきてもしょうがない。おかげさまでね、ちょっとね、ボス面白い倒し方とか見つけたんだけど、まあ収録してますけどね、それはね。ただちょっとドラケナインばっかりやってると他のゲームできなくなるんで、うわ、マジかよ。
なかなか見れないですよ、この連続で作ってるところ。はあ、もうマジかよ、もう一日やんなくちゃねえの。やだけど本当に、一個だけ作っとけんな。あ、できねえできねえ、もうできねえ、あ、できねえできねえ、できねえって言ってくればできないかな、無理かな。うそだー、マジかよー。どんだけだよ、どんだけやらせんだよ、マジか。嫌なんだけど、もう嫌なんだけどから頑張ってんだけど自分。こんな30パーできないもん、バグってないよな、マジで。できんだろ、こんだけやれや。進化の史跡ちょっと足んないかな。5回でき、5回分しかない、進化の史跡は。かよ、これ1時間ちょっとじゃ集まんないですからね、ここまで。先言っときますけど。いつできんだよこれマジで。
できた。やーっとできた。あー長かったもう。100なったよなこれで。もう嫌なんだけどマジで。あーやっとできた。こんだけ余った、よかった。はい、もう全部揃ったので、最強装備だけね、読み上げていきましょうか。銀眼剣ね。切りつけた敵の守備力を下げる、史上最強の宝剣。これは、はやぶさ切りをね、併用したら2回守備力下げる、まあ、効果があるのでね。槍は、地獄の魔装。これ最強ですね。いかなる盾でも貫いてしまう、史上最強の槍。まあ、いかなる攻撃をも防いでしまう盾って書いてたら矛盾になりますけどね。まあ、どっちかが壊れるんでしょうね。どっちも壊れるんだかな。はい、短剣がトリリオンだが誰よりも素早く動けるようになる究極のナイフ。まあ、使いどころ大事ですねこれもね。杖がオルナン杖。これはいっぱい持ってますね。昔使ってたので魔法の力をすべてかき消す至高の杖。まあ、凍てつく波動みたいなね、感じですよね。はい、無知。超グリーンガムの無知。改良し尽くし、最強となったグリーンガムの無知。もうグリーンガムの無知って自体で、まあ、ドラクエシリーズはね、メダルをね、いっぱい集めないとね、もらえないようなアイテムだったり、まあ、あとカジノとかでね、まあ、大量のコインがないと、まあ、交換できなかったりとかね、そんなんですけどね。まあ、それを改良し尽くした最強の無知ね。はい、コン。これが最近武器の時作りましたよね、自分ね。実体のない敵すら打ちのめす史上最強のコン。だから見えないものとかね、まあ霊的なものっていうのかな、まあそういうものも倒せんでしょうね。はい、爪。まあ、これもね、実はね、作ってなかったんですけど、まあ一発でできたんですよこれ。竜の鱗を軽々切り裂く史上最強の爪。軽々切り裂く。はい、これ大事です。必殺技が出やすくなる史上最強の奥義。だこれ持ってると、ね、必殺4人のね、超必殺技出しやすくなるので、これは4つ集めるのにね、死ぬほど苦労しましたね。この錬金の日じゃないですかね。だから先ほどのね、まあ先ほどのブーメランは異常でしたけど、できるまであんなにかかったこと今までなかったんで、なんだけどそんなようなことをね4回やんないといけないので、でもあそこまで集めなくてもこれできましたね。結構すぐできたんですよね、2つ目までは。はい、斧。はい、ゴッドアクス。切りつけた敵の繊維を奪う最強無敵の斧。これ実は一発でできたんですよ。多分動画でね、どっか忘れましたけど、もう200何パートやってるんでね、何パートでやってますとかね、まあ間違いなく覚えてないので、なんですけど、これ作りましたね、一発でポーンって出て、おーとか言ってね、すごい盛り上がってましたよね。あとは、はい、星砕き。今回できましたよね。星を砕く、想像を絶する破壊力のハンマー。まあこれでね、最初第一砕きが出るんですけど、ランク10の宝からね、多分 1%? 1% じゃないか、1桁パーセントだね。ぐらいの確率なんじゃないかな。なかなか出ないんですけど、20個持ってんだよ、これね。それで、まあ、こうなって、こうなってみたいな感じで、で、ここになると。はい。今回、手こずらされたブーメラン。絶大なる威力を誇る最強のブーメラン。まあ、全体攻撃できますんでね、これね。大変でしたね。はい、そして弓なんですけど、セラミの弓。すべての弓の頂点に立つ史上最強の弓。これで全部です。はい、ということで、かなり苦労してできましたけどね、ここの間にボスとかもね、自分倒してますので、そこもね、もうちょっと考えながらやったりしてましたのでね、今ステータス出すとね、まあ、どういう感じになってるか分かっちゃうので、そうだね。まあその時にまたね配信しようと思います。ただすごい時間かかりますので、まだやってる最中だったり、まあ、やってる最中ってもね、本当に手つけたばっかりなので、まあ種集めたりするのすごい大変って武器レシピの動画の時自分言ってましたよね。まあそのぐらい大変なので、
まあだいぶ後になると思いますけど、他のゲームとかやってますんでね、だんだん徐々に終わってきたり、まあね、まあ、何回も言ってますけど、新たな試みとかもしようかなとか思ってね。そうだね、まあ自分のチャンネルはいろんなゲーム見れるようにねしようかなと思うんですよ。昔のゲームとか新しいゲームもそうですし、いろんなジャンルもやりたいですね。ただアクションゲームとレースゲームとね、格闘ゲームだけは自分ものすごい苦手なんで、何か知らないけど、それだけはもう人の2倍やらないと追いつかないぐらいね苦手なので。ただ RPG はね、まあ、得意不得意っていうかね、本当に攻略法分かれば、まあ、簡単に攻略できるジャンルではあるんですけど、やればやり込むほどね、やっぱ知識も増えていてね、こうすれば倒せるとかね、分かってくるゲームなので、誰でもクリアできるけど、みんなねやり方違うようなのが RPG だと思ってね、自分一番好きなんですけどね。まあ、自分でプレイする映画みたいな感じなんで、だから本当に見てても楽しいし、やってても楽しいしって感じなんですよね。だから人の見ててもすごい楽しいので、本当にね心置きなくね、まあ、これからやっていけるんじゃないかなと思います。ということで、まあちょっとね、まあドラクエ9は不定期配信になっちゃいますけど、まあ、やってないわけじゃないんでね、常にね何かしらはやってますので、まあそういう目線でね、これからもご視聴いただければすごいねやりやすいのでね、まあご協力と、まあ自分からのお願いですけどね。そして本当にね、いつも応援してくださる方々がいるからこそここまで続けられたと思いますので、もうそういうのなければね、多分エルギオス倒したあたりで終わってんじゃないかなぐらいのね、あとちょっと裏面やってぐらいねだと思うんですけど、ここまでねやはり続いてるので、やっぱり自分も好きなゲームなんだなっていうね、やっぱやって思いました。でここまでやるのも本当にね、合間合間に違うゲームやってね、まあ飽きないようにやったからこそできたので、まあそんなこんなでね、まあ今後も期待を兼ねて、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。